シックスフラッグス、オーバージョージアのフリーホール。すでに撤去済み。フリーホールは、スイスのジョバノーラ社が開発した、遊園地に設置されているアトラクションの一種で、同じくスイスのインタミンによって、全世界に販売された。いわゆる絶叫マシンの中で垂直に落下するというのが、特徴である。第一世代と第二世代があり、第一世代は、リフトタワーの基部に、 角度のついた支柱があることで識別することができる。第2世代ではタワーの構造がより合理化された。1990年代にドロップタワーが開発されるまでは主な遊園地、テーマパークにはほぼ設置されていたが、その後はドロップタワーなどと入れ替えが行われ見かけなくなってきている。なお、身長42インチ未満の乗客は利用できない。第一世代のフリーホールでは、 ライドは4人乗りになっており、ライドは一旦乗車位置まで運ばれ、乗客を乗せると後方に移動してから、リフトタワーの最上部まで運ばれる。そこからライドが前方にスライドして、落下トラック上にセットされる。ライドは数秒後にリリースされる。ライドは垂直に落下して、タワー下部の円軌道で向きを変え水平軌道に入る。 この時乗客は寝た状態になり、ブレーキランを進みながら減速し、終端近くに停止する。その後、ライドは45度まで起きて後方に移動しながら、ブレーキランの下にスライドし、乗車位置まで下がって停止する。落下の瞬間は無重力、円軌道の部分では、約5 g もの加速度が発生するため、宇宙飛行士の訓練に使われたという話がある。第2世代のフリーホールは、 鉄塔の周囲にライドが設置され、タワーの上部までウィンチによって引き上げられる。ライドが最上部に到達して、数秒後にロックが解除される。リリースされたライドは軌道に沿って垂直落下し、渦電流ブレーキで減速され、乗車位置まで停止する。同時期に登場したものには、カウントダウン直後に最上部まで一気に打ち上げられ、上昇と落下を繰り返す、スペースショットや、 最上部から機械的に強制落下をしマイナス G を味わえるターボドロップも登場している。シックスフラッグスセントルイスのスーパーマンタワーオブパワーはケンタッキーで事故を起こしたものを移転したものではなくヒューストンのシックスフラッグスアストロワールドが閉鎖した後に移転したものである。1996年パラマウントグレートアメリカがドロップゾーンスタントタワーを設置した。 それは1995年シーズン終了後に撤去されたの第一世代のフリーホールの約2倍の大きさだった。2008年にはグレートアメリカはドロップゾーンの名前をドロップタワーに変更した。90年代後半になると初期型のフリーホールはより大きく多人数が乗れる後継機種に置換されていった。後継機にはインタミンのジャイアントドロップ。 ジャイロドロップや S&S パワーの圧縮空気を利用したタワーの塔が含まれる。現存する第1世代のフリーホールはドーニーパークワイルドウォーターキングダム、ブラジルのベトカレロワールド、イタリアのムービースタジオパーク、日本のルスツリゾート、長島スパーランド、姫路セントラルパークのものだけである。2006年12月にはシックスフラッグスグレート、 アドベンチャーとシックスフラックス、オーバー・チョージアは、それぞれ、第一世代のフリーホールを解体した。2007年9月には、シックスフラックス、オーバー・テキサスが第一世代のフリーホールを解体する、ことを発表した。2008年2月には、シックスフラックス・マジック・マウンテンで、第一世代のフリーホールが解体されているところが、目撃されている。 2004年、スコットランドのラウドン城のテーマパークで、インタミンのフリーホール設置が計画されたが、許可が降りるのに時間がかかりすぎたため、2005年シーズンに向けて新しいアトラクションをオープンするため、フリーホールの機器を売却した。皮肉なことに、2007年に新たに導入されたのは、S&S パワーのダブルショットダードロップであった。2009年シーズンの終わりには、 シダーポイントは第1世代のフリーホールデーモンドロップを撤去した。2019年5月6日東京サマーランドは第1世代のフリーホールの営業を終了した。ありがとうございます。